ウィンターカップの魅力をご紹介していきたいと思います。いいね、やったー。いや今年はね面白いですよ。先に言います、面白いです。おー、感謝の気持ちっていうか、そういうところを忘れずにしっかりウィンターカップに臨んでいきたいと思います。2回戦突破頑張るぞ。部活ピーポー全力応援、ムカピ。トップティーモデルのリコです。今回のムカピはトモヤンさんと一緒にお届けしたいと思います。どうぞ。いや、気持ちに頑張るんです。お願いします。イエーイ。ということで、もうなんと12月ですよ。12月。12月です。1年早いわ。本当に感じますよね、それ。リコちゃんもじゃあ高校生がまた。そうですよ、もう。いやでもなんかもう年明けほぼ登校しないみたいな感じなんですよね。だからもうみんなもう今のうちに楽しめって感じですよね。確かに。だからね、一日一日大切にしないとね。はい、大切にしたいと思います。それではそれでは早速お便りブカピー、イエーイ。はい、ということで今回も視聴者の方からたくさんの質問が届きましたので答えていきたいと思います。ツイッターネーム森秀さんからです。ありがとうございます。はい、モーニングルーティーンを教えてください。リコちゃんどうですか。そうですね、いや私のモーニングルーティーン話すまでもないんですけど、まあ起きます。あ、私ちなみに毎日学校なので6時半に起きてます。早っ。毎日6時半に起きてます。で起きます。はい、手洗ってうがいします。うん、制服着替えます。朝ごはん食べます。歯磨きします。ダッシュで家出ます。もう朝は時間との戦いだけど、まあだいたい1時間ぐらいですかね、で出ます。うん、いう感じです。そうです。そうそう、もうみんなドタバタですよね朝は。どうですか、ともやんさん。僕ですか。僕のモーニングルーティンはですね、毎日それこそ朝日と共に起きますね。いや、なんかかっこいいこと言わないでくださいよ。もう私最悪じゃん、もうそんな朝日と一緒に負けちゃうんだけど。そんだけど、いいもんじゃなくて、その朝めっちゃ早く起きるのがあって、もう8時半ぐらいに、あ、眩しいってなって起きるっていう。え、何それ、すごい理想なんだけど私。そう、ふんわーって起きて、でそのまあ、大体ね予定が昼からとかなんで、うん、まあ、朝はもうずっとネットリックス見てますね。そうなんだ。はい、もうそんな毎日ですかね。いやー、もう明日から私は授業始まるために、あ、今頃ともやんさん起きてんだろうなってそう思いながらやりますねはい、ということで質問を送ってくれた森秀さんには、そうですね、今回はこれにしよう。青、青のリストバンドをプレゼントします。ありがとうございます。ぜひぜひ使ってください。質問ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで私たちに聞いてみたいこと、ツイッターでハッシュタグブカピをつけて投稿してください。皆さんからの質問お待ちしております。ブカピ、さあ今回のブカピはですね、高校バスケ日本一決定戦、はい、ウィンターカップ直前スペシャルと題し、ウィンターカップの魅力をご紹介していきたいと思います。いいね、やったー。もうなんか私もこうやってともやさんに毎回来ていただいて、バスケ部の皆さんとこうやってお話しする回を重ねるにごとに、もうウィンターカップの凄さというか、もう自分もウィンターカップにも染まってきちゃってる。夢の舞台なんで、ウィンターカップは。おー、ズバリズバリ。はい、なるほど。そんなウィンターカップが12月23日からいよいよ開幕するということなんですけど、このウィンターカップはあれですよね、3年生はこの大会で負けたら引退になっちゃうんですよね。そうですね、この大会で負けたら引退なんで、もうできるだけこうみんなで勝ち上がって一つでも多くこう思い出を作るっていうのもやっぱこうチームとしての目標でもあると思うし、できるだけこう引退を伸ばすために最後まで戦うっていうのね、
1個勝つ、2個勝つによって全然この思い出って全然違うんで、ここは本当にも大事かなと思います。いろんな今までのバスケの経験すべてを詰め込んだ、ほんまにもう一人一人にすっごい強い思いがあって、でそれの集大成がこうウィンターカップなんで、ね、はい、ということで前回の大会の感動シーンとともにウィンターカップを VTR にまとめました。ご覧ください。大激震だけど恥ずかしくはない。そんな顔すんな。この挑戦できたんだから。これでなんか魅力感じに人おらんのじゃん。いや本当ですよ、もうこの VTR 見てね、もうウィンターカップそんなの知らないなっていう人いないですよ、ね、でもそれがいつも本当に集大成だけど、ただでさえ今年はみんなそれの倍の思いを背負って出るわけじゃないですか。そうですね。ってなるともう涙と笑顔はきっともう絶えないでしょうね、今回のウィンターカップは。なんか今までで一番楽しみかもしれん。うわぁ、私もなんかよりこの1年間こういう高校生を取り上げてきたからこそ、いや本当にそう、そう、なんかもう全員に頑張ってほしいし、やっぱすごい感動があると思うし、まああれですよね、智也さんは高校生の時ウィンターカップに出場をしたんですよね。そうですよね。そうですよ。僕実はこう見えて、まあ、ウィンターカップ出場してなんと全国ベスト8まで行かせていただきました。いやすごい本当に。いやどうでした、決まった時出場が。いやウィンターカップはね、本当なんかやっぱ3年間の集大成、本当に嬉しかったし、なんかやっぱこうみんなで勝ち取ったっていうのがやっぱ何ともこう言葉で表せない感動はありましたね。そうですよね、いや嬉しいですよそりゃ。いや私もやっぱ本当にね、もうここ1年といいますか、もうなんかすごいバスケ部の方に来ていただいて話すこと本当に多くなって、やっぱもう前回来ていただいた高校もそうですけど、みんなやっぱウィンターカップ目標は何ですかって聞いた、ウィンターカップベスト8ですとかウィンターカップ出場ですとか、やっぱそういうのを挙げてたから、それほどウィンターカップが大きいものなんだなっていうのはすごく分かってるし、私もそういうのを詰めは詰むほどすごい楽しみですね今。いや今年はね面白いですよ、先に言います、面白いです。おお、何が面白いかというと、まあ例年ねやっぱりね、ここ勝つんちゃうかなっていうところってあるんですよ。はい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 。けどやっぱ今年はこのコロナの影響もあって、この夏場一番この成長する時期を結構ね経験できてないチームが、ね、だから
このやっぱ部活が再開してからでどんだけその各チーム経験詰めて強くなってるかによってやっぱ優勝も変わってくるんじゃないかなっていうのが今回面白さかなと思います。なるほど、やっぱ私も見てその見に行ってああの高校だっていうのをやりたいですね。ねえやりたいなそれ。今年はすごいよ。もうなんか最近ニュースとかでも結構ウィンターカップがなんちゃらとかやってたりするんですよ、うん、高校生のなんかそういうのもすぐ反応しちゃいますもん。えウィンターカップ、いや嬉しいな。こんだけなんかね約1年ぐらいバスケのこの、ね、うん、できてこんだけリコちゃんの興味を持ってくれてるっていうのも僕はすごい嬉しいなと思いますね。いやいやいや本当にもうともやんさんのおかげです。ダッサダッサはい、ということで12月23日開幕のウィンターカップ皆さんもぜひご注目してみてください。そして今回ですねウィンターカップ出場を決めた代表校からブカピにコメントが届いております。こちらの様子もどうぞ。今まで練習で3年生の力とか1、2年生の力でやっぱ勝ち取ることができたと思うのですごく嬉しい。1回戦突破頑張るぞ。去年は2回戦で福岡第一高校に負けて、まあ、ディフェンスでしっかり対策して今年はメインコートに立てるように頑張っていきたいと思います。初戦を突破することと全力で東海らしいバスケットをすることを目標に頑張ります。まあ、バスケットボール競技も引退してしまった人たちもいると思うんですがやっぱそういった人たちの分もというか宮城県でやっぱ代表として出るわけですからやっぱそういったところしか意識してその感謝の気持ちというかそういうところを忘れずにウィンターカップに臨んでいきたいと思います。今まで3年間一緒に辛いこともやってきたけど自分たちは明るいのが持ち味だからこのまま自分たちのバスケットをやっていって盛り上がって自分たちの目標である全国ベスト8を達成していきましょう。本当に3年生の最後の大会で、まあ、集大成となる大きな公式戦なんでしっかり全員で戦って最終的には優勝を目指したいと思います。試合に出てる以上は先輩のために一生懸命悔いないように頑張りたい。ウィンターカップではチームの目標のベスト4以上いけるようにみんなで一丸になって頑張っていきます。東山さんとか福岡大さんは今年、まあ、優勝候補でもあるんでやっぱりフィルが競ったっていう、まあ、小さくても勝てるんだぞっていうのを全国のみんなに知らされたらいいなって思います。インターハイがなくなってウィンターカップしか自分たちの最後の大会なのでそれにかける思いがすごく大きいので地域の方々とかたくさんの方々に支えられているのでその人たちに恩返しをして日本一になります。ウィンターカップ本戦も、保護者が入れるので絶対に、まあ、親の前でもしっかりいいプレーをして最後の3年間の、まあ、自分たちの培ったものをしっかり出して勝って終われるようにしたいと思ってます。はい、ということでいやー私も本当にねもうこれ本当に楽しみでもうなんか今までやっぱ自分バドミントン部だったんですけどそれ以外の部活にこんだけ興味持ったことないっていうぐらいバスケにはこの1年でもうなんか愛着が湧きまして本当にやっぱウィンターカップ私すごく楽しみだし期待してるし本当皆さんに頑張ってほしいなっていうふうに思ってるので私も今から楽しみにしたいと思いますが
こういう時だからこそ日本一丸となってね、みんなでウィンターカップを応援して盛り上げれたなと思うんで、はい、僕も精神頑張るんでね、この見てくれてるみんなもぜひぜひこの選手たちを応援していただけたらありがたいと思います。はい、それでは来週も見てね。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。イエイイエイ。